はい、それでは今から3分間胸集中のトレーニングをしていきます。種目は腕立て伏せ、いろんなバージョンを繰り返すだけです。お腹に力を入れて体をまっすぐに保っておいて、膝をついていただいてもつかなくても大丈夫です。さあ皆さん3分間一緒に頑張っていきましょう。私も頑張ります。早速プッシュアップからいきますね。手をついて、じゃあ準備よろしいですか。いきます、よーい、スタート。体まっすぐのままですよ。両手でかわして、ちょっと休憩、少し肩を回して、では合掌します。胸に力を込めますよ。手と手を合わせて胸に力を込めて、オッケー、じゃあ肩を回して、またまたプッシュアップです。手の幅を広く、はい、さあ、肘を外に開いて、キリヒ、じゃあ肩を回しましょう。じゃあ今度は胸の内側です。横向きになって膝を曲げて床を押して、胸の力で片方の手で押してください。素早く反対いきましょう。逆も、体が少し浮くぐらい、オッケー、ふう、じゃあ少し肩を回して、ちょっと幅を狭くします。手の幅を狭くして、よし、行こう、もう一回普通のプッシュアップ、テンポを変えますよ。それでストップ、いいです、それでストップ、一回止まって床を押す、一回止まって床を押す、よいしょ、胸を意識して押し合って、で、いい、体を回して、では最後追い込みます。早く連続で、体まっすぐ最後まで、オッケー、はい、じゃあ少し肩を回して、はい、じゃあ少しストレッチしましょう。胸を開いて大きく息を吸いましょう。はい、力を抜いて、ちょっと肩を回して、はい、それでは3分間胸チャレンジ終わりましょう。お疲れ様です。